今回計算問題で θ が -π から π までの領域で定義された関数 fθ イコールこのような関数の風量展開を求めようという問題です。この問題は平成23年度の教壇演習の問題の抜粋です。それでは早速やっていきたいと思います。はい、ということでおさらいとして風量級数展開の式を書いたんですけど、今回は関数の形から、fθ イコール、θ をマイナス θ にいたしますと、1からマイナス1になってますので、このような関係式は満たされることになります。つまり θ をマイナス θ にいたしますとマイナスがついて fθ になります。ということで、帰還数ですね。帰還数でありますので、フーリエ制限級数展開となります。ということで、このコサインの部分は0となりますね。0というのはこの a0 とか al の係数というのは0になります。ということで、fθ っていうのは、このような式になります。ということで、係数 bn を求めればいいということになります。ここで、mn を整数として、両辺に sin mθ をかけて積分してやりますと、つまり、sin mθ をかけて、-π から π までで積分してやりますと、このような式になると思います。で、そうすると、sinθ の積分については、直交性より π のデルタ mn となります。ということで、ここの部分については、bn になりますね。で、ここの部分は bm、すみません、bm ですね。となります。ということで、係数 bm、ちょっと n に直しますか。同じでありますので、n に直してやりますと、bn っていうのはこの標識になります。ということで、この積分をすればいいだけですね。はい、ということで、こちらの積分を実行したいと思うんですけど、マイナス1が、マイナス π から0で、1が0から π まででありますので、このような式になると思います。で、それぞれで積分してやりますと、このような式になると思います。ちょっと大括弧と中括弧が逆になって気持ち悪いんですけど、で、ここの部分を計算してやりますと、このような式になると思います。よって、この bn の係数が求まりましたので、すみません、係数 bn が求まりましたので、よって fθ っていうのは、このような式になります。ちょっとこのマイナス1の n 乗がありますので、偶数上の場合はここの部分が1になりまして0になりますね。なので、この奇数上の部分のみが残りますので、2n-1 は奇数としています。はい、今回は以上になります。